めた。では、生もみ生もみ生ママもと3回言ってください。万死に値するわ。何よ、今日のお礼のつもりで大サービスしてあげてるんだから、ちょっとは喜びなさいよ。あのカニは今も私のそばにいますか？ところで荒木先輩、今日は何か変わったことはなかったか？奇遇だな。しかし荒木先輩の好みを把握しておくことは私にとって無益だとは思わない。ねえ小読みお兄ちゃん、昔のことどれくらい覚えてる？小読みお兄ちゃん相変わらず面白い。お兄ちゃんって羨ましかった。学校の先生とかにはまだ秘密にしておいてね。言ったらきっとびっくりしちゃうんじゃないかと思うから。今の方が昔よりずっと綺麗なんだよね。それは質問じゃないよ、荒木くん。